変わったタイの寿司で変態寿司と楽しんでいただけたらと思います。ぜひよろしくお願いします。すごいな。まず手前の方がですね、ホッキを和えたものでして、ホーリーバジルってタイのトロとかに使うバジルを、ね、刻んで割ってあります。こちらがですね、クエ、コモの身と胃袋をちょっと薄くスライスしたものですね。玉ねぎとセロリと青唐辛子とライムちょっとな、タコの、ね、桜、こちらにちょっとカルダモンを一緒に足して作ってます。ですね、タコのカルダモンなんでちょっと弱してタコだもん。おいしい。わ、ピリッと、おいしい。タコトロトロ。これお酒は何ですか？ハリマっていう表現。変態寿司って、うん、特別営業じゃないですか。通常と変態寿司の割合って今どんな感じなんですか？割合は、圧倒的にこっちの方が多いんですけど、3日前ですかね。しめ鯖の生春巻きでございます。中身はしめ鯖とナマスと大葉とごまが入っている、まあ、中身は完璧和のものなんですけど、ずっしりですね。ナマスもいいですね。さっぱりシャキシャキで、うん、美味しい、うん。夏の炊きをして、タイの夏の煮出しを作りまして、煮出しのナンプラーを使ってちょっと。え、なんていうんですか？マスマコっていうのかね。おいしい。カツオにナンプラーがこうコーティングされてる感じというか、油感があって。タイ料理と日本酒ってないですよね。あんまないよね。タイってやっぱりビールの文化だから、もうちょっとやっぱお寿司屋さんだから、やっぱり日本酒もちょっと出したいっていう。普通のお寿司出すのがあって、やっぱり辛口のやつが多いんですけど、こういう時はちょっとパンチのあるものじゃないと、やっぱり負けちゃうから、うん、っていうのでちょっとラインナップ変えてます。美味しい。トムタムとかいうのでガリタンも出ました。生姜と青パパイヤ。生姜パパイヤ。食感が面白い。あのさっぱりしてる。タイ料理屋は長かったんですか？タイ料理屋はね、4年ぐらい。だから今お寿司屋さんとしてのキャリアの方がやっと長くなった感じ。ちなみにタイ料理屋の前は何ですか？まあね、リクルートの営業やってました。広告の仕事もいいんだけど、広告ってこう結局こう結果でのレスポンスに時間かかるじゃないですか。料理ってこう食べたらすぐレスポンス返ってくるから、うん、美味しくなかったらじゃあどうしようかっていうのでやりがいだなって。進化です。美味しい。なんか入ってるぞ、シャリとイカの間にほんのり何かのアクセントが、香りがありますね。わさび塗って、でホニャララを、ホニャララをなんか挟んでミント、ミントわさび。普通の寿司屋でいうと多分木の芽的な要素かなと思うけど、イメージ的にはなんかかかってますね。この上に乗ってるのが気になるんだ。食感はネギですよね。石垣もしっかり締まってるから、かなり食感がしっかり楽しめる。今のレモングラス。レモングラス普段食べたりしないですね。どっちかっていうと、ネトリティに使うだけなんですけど、これ細かく繊維を刻んで、ちゃんとね、感じにして、食べれる感じにしてしました。これレモングラス？これレモングラスの食べたところ。今入れたのなんですか？パクチー。間も上にもパクチー。うん、そう。ほんのりやっぱりちょっと青い香りが。全部美味しいです。カサゴの昆布締め。これもライムですか？ライム。また緑の何かが入ってる。ライマック。僕みかんの葉っぱ。葉っぱを刻んでる。エスニックな感じですね。なんだろう、味噌みたいなのが入ってる。甘い。美味しい、これ。ブラックソースっていうタイの、トウキビで作った醤油みたいなやつ。ブラックペッパーをちょっと唐辛子とエビ味噌のあえたような調味料なんですけど、それとライムをちょっと入れて。もともと白身やろうかなと思ったんですけど、これね。これタイとか淡白なもの相性いいんですよ。で、それをちょっとどうしようかなと思って、結構濃いから、濃いものと濃いものつけてもいいかな。赤身のこの強い感じと、これでいけるかなっていう。なんで寿司とタイ料理を融合させようと思ったんですか？昔はね、お客さんからの無茶ぶり。都内で食べられてるグルメの方は、はい、いつも招待されて、たまには漢字やるよとか言ってくれて、その時に東京に行った時は、こういった行ったことあるよとか言うのやってくれて、なんか他にないものを作ってるっていうのを
も、カンさん、マキタイ料理だったら、ちょっとコラボができないなと思って。見たぶり、たぶん、それ、一回聞いたあるのってやったんですよね、そう。そしたら、そこに行った人たちが、なんか、面白いから、じゃあ次、自分も指揮するからって言われて。これカレーだ。これはすごいな。クミン料理。触りも入ってるクミンとトマト。これ面白い。甘辛いの食感もちょっと面白いですね。なんか。そうそう、ちょっとだけ、ね、塩してんだけど、やっぱりしてるからまた、うん、同じスパイスのこういう使い方の違いでこういうことですね。でもなんか徐々に店内がエスニックな香りがどんどん充満してきましたね。そうなんだ。だからね。やっぱりこの後換気しなきゃいけないと。中トロにこれを合わせてくるんですね。でわさびも入ってる。中トロの口どけもいいですね。すごいなんというか複雑というかめちゃくちゃ美味しい。これだけだったら自分で重たくなっちゃうからわさびの口でフィットするのがいいかなって思う。うまっ。エスニックですね。車エビ自体も美味しい。指の頭に出しとってそこにホトメモリするので本当やっぱ菅野の生ウニって書いてある。ちょっと特別にちょっとやっぱりウニってあの昆布の美味しいところに美味しいで、ちょっとタイって昆布はないんですよ、ね、で、あんま美味しいも食べたいからちょっと味が違うんでちょっと日本のウニと味が違うって知ってもらおうかなっていう。うわなんか独特な見た目すごいクリーミー、うん、食感が面白い。じゃあネタからしますとよく見るとですね、ウニの中身がちょっと違うんですね。ウニってこんな形じゃないでしょ。あーなるほど。これで卵でしょ。卵卵なんだ。もう、そのウニは実は入ってないんですよ。マスマンカレー。マスマンカレーってのはもう、ベースはそのカレーなんだけど、で、そこにジャガイモが入ってたりする。そのマスマンカレーっていうのは。ウニとね、タイ料理なかなか難しくて、ね、ウニとスパイス難しくて、じゃあどうしようかな。じゃあウニを作ればいいんだよ。うわ、ガッチガチ。甘くて美味しい。伊藤とこちゃんにいつやったしなんですか。寿司と大料理がこんなに組み合わせるもんなんですね。試行錯誤もね。もちろん失敗するのもあるし、これとこれどうかなって手伝ってしてやってみて、全然違うってのもあるし。あ、じゃああれにこれを足してこうしようかなとか、もう一回やったりとか、いろいろ通知系の繰り返しなんですよね。超うまいこれ。スパイシーですね。グリーンカレー。グリーンカレー。ドライカレー。で、それにピーナッツとカッシュナッツ。レッドカレーラーメン。ラーメン屋でもこんな麺食べてくださいね。もちもちめっちゃマスジです、ね、麺はね、これね、あのラーメン何さんって言うんですよ。何パンにちょっと分けてもらってんの。ちょっとレッドカレーあの洗うと昆布で出しとってで、そこにはレッドカレーつけてます。ほんのりスパイシーで、でもクリーミーですね。クリーミー、ココナッツミルクになります。おいしゃりのオプションお願いします。え、おいしゃり、はい。シャリカレー。シャリカレーうまい。完食しましょう。ありがとうございます。クジラっていうか日本ならではの食材じゃないですか。じゃあやっぱりどう再現しようかな。多分、うちしかできないんじゃないですか。これ煮たりクジラですね。キラキラ。うわー、うまっ。ちょっとピリッとしますね。口どけが最高っすね、クジラ。クリーンカレーって、その、クリーンカレーベースをまず作って、唐辛子とかニンニクとかいろいろ足して。それとココナッツミルク。まあ、溶かしたものが、薄めたクリーンとクリーンカレー。はい。そのペーストの状態を醤油と
混ぜ込んで、それにチャポンとこします。変態寿司の営業は、うん、今予約はどうやったらいける？テリヤキブキンっていう有名サイトがあるんですけど、あちらの方に今募集は引用してます。でも毎月その翌月までしか予約はできないから、解禁日をちゃんと待って、そう、インスタグラムとフェイスブックで一応この解禁日は案内してますけど、他にないものを作ってるっていうのは、自分でも答えがそのね、正解ってのは分かんないんですけど、ただその自分が美味しいって思うものをどう追求するか、食べてもらって楽しんでもらおうかなっていうのが、まあ、こだわってるかな。あとはもうそのお寿司の新しい可能性ができたらいいかなっていう、そんな感じで、まあ、未来につながるようなお寿司があればいいかなっていう。組み合わせをいろいろ考えてもらえたのに、お寿司の形ってまたもっともっと広がっていくんじゃないかなと思って。